はい、皆さんこんにちは、ワンダリグリピーチです。では今回は新ゲレンデラボベリーハードチャレンジ逆者アムロ編続きをプレイしていきたいと思います。で、前回までに、シャアのネオジオンと何とか交戦をしていく中で、アムロがついにですね、月からニューガンダムを受領して戻ってきました。レベル16、さすがのアムロ、そしてニューガンダムの能力になっていると思います。これを使ってね、またネオジオン艦隊と交戦していきたいと思います。今回の作戦の内容なんですけども、ネオジオンの第2波、これを撃退せよということで、勝利条件、敗北条件、それぞれ敵艦隊の撃破、そしてアムロの蒸気、ニューガンダム、もしくはブライトの乗っているラーカイラム、これが撃破されてしまうと敗北、ゲームオーバーとなります。で、今回のコンセプトはですね、これまでにご説明してきている通り、ホワイトベース隊の再結成ということで、リュウ、カイ、ジョブ・ジョン、スレッガー、セイラさんとかね、あとここにはミライさんがラーカイラムに乗ってたりしますので、これらをうまく使って戦っていきたいと思います。では早速始めていきましょう。まずはですね、そうだな、エネルギーを補充しながら戦ってはいきたいので、拠点を確保しながらじっくり進んでいきましょうか。アムロと、あと今回ホワイトベース隊ではないものの介入させているユニコーン、これらはどんどん前に出していきましょう。いずれにしてもね、エネルギーはあんまり高くない継戦能力のあるユニットにはなっていませんので、ユニコーンもニューガンダムも補給線の確保というのがね、課題にはなってくるところかなと思ってます。あとは貴重なリガン髄ですね、これが撃破されないようにというのも心がけていきます。ではモビルスーツ隊発進していきましょう。ケーラはこの後リガ髄に乗り換えてもらいたいので一旦待機します。その他のジェガン隊は全部出します。ジェガンである程度盾になってもらって、とどめをホワイトベース隊で刺していくという形が理想かなと思います。あとここにはですね、再三撃退してきているイリアやアリアス、こういった敵のねキャラクターも出てくるので、これらの撃破、これもねしっかり対応していく必要があるかなと思ってます。ここはアムロのニューガンダムとレズンの専用ギラ動画ですかね。突撃仕掛けてきたな。これいきなり格闘から入ってくるっていうことは、敵作戦どうだろう、突撃を仕掛けてきたと考えて良さそうですね。ニューガンダムのアムロ、これの格闘のカウンターで確実にキャラクターなしのギラ動画は撃退できますね。アムロのニューガンダムとこのラーカイラム、ブライトが撃破されるとゲームオーバーになるので、特にブライトのラーカイラムですね、これが前に出すぎて撃退されないようにジェガンでしっかり壁を作りながら前進していきます。まずはバナージユニコーンガンダムです。ギラ動画4機相手にします。まだ敵キャラクター乗りレズン以外操縦していないので、エネルギーはねきっちり節約しながらですね、キャラクター乗りが現れた時に備えておきたいかなとは思います。バナージがもう一つなんですよね。ここでバナージもね、格闘を入れて、しっかりギラ動画を仕留めてくれる、そういうところまで来るとだいぶ心強いのかなとは思います。ここはホワイトベース隊リガ髄です。支援攻撃も受けながらギラ動画を前期撃破狙ってほしいですよね。格闘を入れて撃破完了です。リュウ、カイ、ジョブジョンのリガ髄隊、そしてここはニューガンダムアムロ、レズンの専用ギラ動画、これ撃退撃破しておいてほしいですよね。格闘をレズンにアムロが入れてくれれば確実に倒せるかなというところでしたが、その前の射撃戦で撃破できました。残っているギラ動画が2機、これも撃破完了できるかな。一発入って撃破完了です。ジェガンは1機失いましたが、
戦果としてはね、レズの撃破ができたので大きいのかなと思います。まあ、雑魚キャラ、キャラなしは普通のジェガンで攻撃して、キャラありのところをね、なんとか、バナージだったり、アムロだったり、ホワイトベース隊だったりっていったところでしのいでいきたいところですよね。未来さんがちょっと攻撃を受けるのかな、ここは。アリアスがそこにいるのを確認しましたね、今ね。マップの上の方にいたのがアリアス。バナージはここでエネルギーを無駄に使ってしまいましたね。一気のギラドーが相手に。未来さんがちょっと危なかった。ここにいるのが、3機。出る。はじめ、3スタックで挑んでくるところですかね。モビルスーツ、ジェガンの D タイプ、何機か要請しときます。撃破された分の補充。まあそういう意味合いですね。ダニー、デル、デューン。まあ強いよな。レベルも18まで上がってますね。指揮官用のギラ動画。これを倒しておきたいかな。あと、ここにいるのがアリアスなんで、これもやっぱり強力な相手にはなってくるので、セーラさんを出すか。いずれにしても撃退戦を展開しないといけないですね。セーラさん出しましょう。セーラさんで撃退を狙います。バナージは一度返して回復させましょう。まあ、ちょっと消耗してきているというのも事実ですからね。ここはセーラさんがアリアスを撃破してくれてます。ここもね、しっかり数削れてますね。心配なのがここ。まあ、ただアムロのニューガンダムなので、3機全部撃破してほしいですよね。格闘戦に持ち込んで撃破しておきたい。撃破完了です。まあ、強い強いダニー、デル、デューンの3スタック、これを撃破できたのは大きいですよね。ここには7位がムサカでいました。これ、ホワイトベース隊で撃破できましたね。さらに、ライルのレウルーラ、これも撃沈。そして、イリアのギラ動画、これも撃破。順調に進んでます。ホワイトベース隊のパイロットたち、主にリガズイに乗ってもらってますけど、戦果台は上がってますね。これでネオジオの第2波、全部撃退できたと思います。報告します。敵部隊が交代を開始しました。あの引き際、鮮やかだな。なんだ？艦内が騒がしいな、どうした？先ほど救助した民間船に連邦宇宙軍の参謀次官が乗っていたそうです。アデナウアパラヤが。悪いが俺は構っていられない。休ませてもらう。了解しました。本艦は間もなくロンデニオンへ到着します。アムロたちはロンデニオンで休息を取っていた。だがそこで偶然にもシャアと出会ってしまう。己の主張をぶつけ合うアムロとシャア、お互い一歩も譲らず、死闘は永遠に続くとも思われたが、不意に均衡が破られる。シャアの思想に感化されたクエスはアムロへ銃を向けたのだ。シャアはクエスを連れ救援のモビルスーツに乗り込み、アムロの前から去っていく。遠ざかっていくその姿、アムロはただ見上げることしかできなかった。緊急事態です。このロンデニオンでシャアが連邦政府と会談。そうか、それでシャアは連邦政府はアクシズをネオジオンに渡すつもりです。アデナウア参謀次官、ネオジオンの武装解除に立ち会うためルナツーンに渡りました。シャアに踊らされていることになぜ気づかないんだ。奴は次の隕石落としをやるつもりだ。すぐにアクシズへ向かうぞ。シャアの思い通りにさせるわけにはいかない。はい、まあ、劇中でも描かれていたアムロとシャアの遭遇からね、殴り合いしてましたよね。結果シャアは
まあ、見事に連邦を欺いてアクシズを手に入れた、譲渡を受けた、まあ、そういう形になっているようです。エラーカレンの護衛、次の目的発生しています。アクシズ付近まで移動するラーカイラム、まあ、ブライトが乗っているものになると思いますが、これを護衛してくださいということですね。ちなみに目標地点到達前にアクシズが移動を開始した場合、作戦は失敗となりますということになっています。報告します。ニューガンダムへのフィンファンネル搭載が完了しました。これでマップ攻撃ができるようになりましたね。カムランブルームより核弾頭が提供されました。受領した弾頭は核ミサイルとして隕石落とし阻止に。カムランさんから核弾頭、これも受領してます。ジョン・バウアー氏の働きかけにより養成可能兵器が追加されました。さてリゼルとリゼル指揮官機も養成可能になりましたね。これは大きいな。まあこのタイミングで本当だったらね、ハイニューガンダムが来るとより嬉しかったのかなとは思うんですけどね。本艦はこれよりアクシズへ向け出航します。モビルスーツ隊は、さあではアクシズに向けてロンドベル隊発進していきましょう。養成部隊受領制限、アクシズ空域への侵入は養成部隊の受領ができませんというふうに来てますね。なのでラーカイラムがアクシズに到達する前までに補充を、ね、完了させておく必要があるよという話になっています。ここ早速要請可能モビルスーツ確認しておきましょうか。ニューガンダムこれ要請できるんだったらしておきたいな。フィンファンネルは搭載できていないモデルですけどね、それでも大きいですよね。まあ、ニューガンダムこれ絶対欲しい。あとはリゼル、リゼルもジェガンに代わってリゼルに変えていきたいよね。ちなみにリゼルの指揮官機とリガズイだと、まあ、リガズイの方が総合力は高そうですね。なのでジェガンに代わってリゼルをこれからまあモビルスーツ隊の壁として使っていくモデルとして養成をしていきましょうか。はい、というところで、では今回はここまでにさせていただいてですね、次回アクシズ攻防戦プレイをしていきたいと思います。